それではいよいよ判定タイム。果たしておもてなし料理対決を制するのは。せーの、上村高橋ということで、上村まりもとチームの勝利。イブさん、はい、決め手は春巻きのビジュアル。なるほど、春巻きね。ウシシはすっごい迷ったんですけど、肉汁そうですね、がやっぱりちょっと私の一番の残念ポイントだったかなっていう、そこがっていうところはあります。なるほど。渡辺さんはまさかひなのがあんな新しいタイプのミートローフを生み出すとは思ってなくて、心ちょっと打たれましたね。食らいついてましたね。あの努力を評価したいなと思いました。正直皆さんお優しいなっていう気持ちでいっぱいですね。まだ一流料理人への道は長いなって思ったので、目指しているんですね。一流料理人めちゃめちゃ遠いと思いますよ。そうですね、はい、ありがとうございます。今日がスタートで、今日がスタート、これから頑張っていきたいと思います。はい。